皆さん、こんにちは、陽子です。先週のアンタレスステークスは買い目が1着から4着までぴったり揃ったのですが、断然人気のアウォーディが買って赤字でした。3連服が4340円も配当があっただけに、なんとももったいない結果でしたね。でもまた一つ勉強になったと思って次に臨みたいと思います。さて、今回は24日日曜日に京都競馬場で行われます第47回マイラーズカップの予想です。今回も過去10年のデータを参考に気になる馬を探していこうと思います。調べてみたところ、1ヶ月以内の間隔でやってくる馬の戦績はいまいちで、1ヶ月半から2ヶ月前後の間隔でやってくる馬の方が良い成績になっています。また前走掲示板に乗らない馬であっても6から9着より2桁着順の方が良い成績で、前回大敗しても巻き返す馬も多いようです。馬券の傾向ですが、1番人気は3勝で2着1回と3番人気の成績と変わりありません。一方で穴馬では2桁人気は苦しいデータが出ているものの、4から6番人気よりも7から9番人気での方が健闘していて、馬連の万馬券が4回出るなど、上位から少し見劣りしていても十分馬券圏内に来るというデータが出ています。続いては気になる馬をピックアップ。まずは3連勝でオープンクラスに上り詰めたネオスターダムです。半年前まではなかなか500万クラスを勝ち上がれなかった馬でしたが、折り合い面が良くなると一気に素質が開花。勝ち星は全てマイルで上げており、当選スターダムの弟ということもあって京都コースも得意としている一頭です。続いては昨年の3着馬フィエロです。前走の香港マイルは不利もあっての9着、昨年のマイルチャンピオンシップ2着など実績はメンバー中でも断然のものがありますが、休み明けや2年以上も勝利から遠ざかっている点、そしてパートナーのデムル騎手が不在ということもあり、状態面も含めて気になる一頭です。そして今回有利とされている5歳馬や中山記念組が全く出走していないということで、ここはかなりの混戦と見てボックスで狙いたいと思います。それでは買い目です。馬連と3連服でボックスの2、7、9、12、15以上の20点で勝負したいと思います。発送は日曜日の15時35分。実は密かにチャンネル登録者様が2000人を超えていましたので、来月東京競馬場で何かやりたいなと思っていますが、現在調整していますのでもう少しお待ちくださいね。そしてそして、これからも当てられるよう頑張りたいと思いますので、コメント、そしてチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。